皆さんこんにちは、パンツァーマイスターです。今回ご紹介するキットはこちらです。タミヤアメリカ軍ウイルスジープとブロンコ、その搭乗員たちです。はい、今回実はメインはですね、こっちのこれですね、はい、ブロンコ、はい、まあジープの搭乗員たちなんですけど、これが僕的にはメインで、はい、もうまあまあこのボックスアート見てくださいと、はい、もう最高ですよね、はい、もうとにかくこれが欲しくて、で、まあ、ようやく手に入ったんで、まあじゃあジープ買わなあかんなということで、まあ、タミヤのジープ買いました。はい、ジープ、まあジープって言っていいのかな、はい、まあ通常4分の1トンオーバーホートラックっていう表記で、まあジープはまあ当然クライズラーの登録商標なんで、他のメーカーからはいっぱいこの車両出てるんですけど、一切まあ表記はないんですよね。はい、まあ定番っていうことでタミヤの買いました。他はもう AFV クラブとかドラゴンも結構出てますよね。モンモデルは直近で新しいのをね、去年ぐらいか出したと思うんですけど、大変な精密モデルで、はい、金額的にはタミヤのが3個ぐらい買えるんで、まあ、迷わずタミヤ買ったんですけど、そうですね、モンモデルのジープ、僕の友人が最近レビューしてるんで、またいつものように概要欄にリンク貼っときますんで、気になる方はぜひご覧ください。購入を検討されている方には、そうですね、はい、お役に立つと思います。はい、ではもう早速中見てまいりましょう。組み立て説明図ですね。はい、で、まあ、なんかこういう風になってるんですけど、初め見た時、あれおかしいな、こんなにパーツ入ってたかなと思って、子供の頃ね、作ってるんで、こんなにパーツなかったよなって思って、おかしいなってずっと思ってたら、これ1997年発売だったんで、リニューアルされてんですね。はい、もう子供の頃作ってたものとは大違いの内容のはずですね。はい、組み立て説明図です。はい、表紙は、まあ、実車の解説ですね。はい、注意書きから組み立て開始で、まあ下部シャーシーにエンジンですね。はい、エンジンが1234発。はい、まあこんなもんですよね、普通ね。はい、で、もうこれ足回りですね。ドライブシャフト前後組み付けて、サスペンション組み付けの、これ排気管ですね。はい、下完成ですかね。これもうアッパーボディの工作ですよね。運転席とか、はい、エンジンルームですね。これラジエーターか。はい、で、運転席周りのレバー類とか、はい、うん、まあ、あと下につけるパーツとかもいくつか、はい、リアパネル付けのこれは尾灯ですか。はい、でシート工作して、ダッシュボードシート取り付けて、はい、シャーシー合体ですね。でタイヤを、はい、貼り合わせて付けますと。はい、まあ装備品ですか、予備タイヤとかジェリカンとかつけて、で、まあ、エンジンパーツの一部の、はい、パーツですね。これ確かガソリン車だからキャブレター周りかな。はい、で、はい、ウィンドウフレーム、乗務員で細かい、はい、OVM とかボンネットをつけて、で、これオプションですね。はい。これ、ワイヤーカッターですか、あれですね、道路に貼ってある、こう走るのを邪魔するワイヤーとかをぶった切るやつとか、はい、この辺のオプションですね。これを選択して、機関銃搭載する場合、機銃搭載して、完成ですね。はい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 。これは、はい、まあ、デカールですね。はい、あとこれですね、なんだろう、ナンバープレートみたいなものがくっついてるものがあるってことですね。はい、で最後塗装図3例全部で5例ですね。はい、はい、以上です。ボディーパーツです。
まあ、一体形成ですね、はい。まあ、側はリアパネルだけですか、分割は。でフロントグリルは、まあ、一体形成ですね、はい。若干バリありますか、はい。多分昔のやつはここがね、別パーツだったかなっていう気はしますね、はい。まあ、全然問題ないんですけど、はいはい。でね、フェンダーはね結構分厚いですね、はい。ここ段差がついてて、この低い方っていうんですか、この厚さですね、はい。サイドのリムはだからここにモールドはされてるんで、まあダメージ表現したい人は結構削った方がいいですかね、はい。でまあシャーシーの裏はこういう感じですね、まあ全然問題ないと思います、はい。中はこういう感じで、ウィルスジープはこの辺は何ていうんですか、滑り止め加工とかしてないんですね。ボディーパーツです。これ下部シャーシですね、はい。もう全部一体形成で、この辺のはい、支柱っていうんですかね、はい。まあ、この辺も全部ついてますね。これはねもう正直本当助かるんで、まあゲート処理とパーティングラインがあるんで、まあ、これはそうですね、一応見えるんでやっといた方がいいですか、はい。でエンジンの下のところと、まあ、トランスミッションの一部ですね、この辺ももう一体形成で、まあ、マニュアル通りエンジンのパーツ上からパコンとはめるだけでいいんで、もう非常に、はい。まあ、組み立てが簡単でいいですよね、はい。でボンネットとかこの辺は多分あれですね、ダッシュボードがくっついてるところのパネルですよね。でダッシュボードです。これ中の針だけじゃなくて表記っていうんですか、字とかもしっかり刻印されてますね、うん。デカールがねついてない可能性もあるんで、まあ塗装しなきゃならないですけど、これだけ結構しっかり刻印されてるんで、はい。まあ、なんとか塗れそうな感じですね、はい。まあね50年近く前のものと比べるわけですから、それはいいに決まってますよね。これがエンジンですね、はい。この辺がエンジンパーツで、この辺のね、一体化ってすごくいいですね。センスいいと思いますね。はい、バッテリーと、ラジエーターのキャップのところですよね。で、キャブレーターパーツですか。はい。こういうのはね、まあ、きっちり、ディティールも悪くないと思うし、はい。いいですね。はい。ってことは、これラジエーターですね。はい。で、この辺ですね。ラジエーターのグリルと、その、外側のとこっていうんですか。はい、ヘッドラウトのハウジングが一体形成で、まあ、こういうのちょっと最近のタミヤこういうね分割しますけど、20年ぐらい前だと結構斬新な感じだったんじゃないですかね、はい、うん。これは全部の座席ですね。パイプのフレームと背もたれは一体形成ですね。これマフラーとアンダーガードですね。マフラーは、口は穴開いてないですね、はい、うん。で、あ、これシリンダーヘッドですね、はい。プラグついてるんで、やっぱりガソリンのエンジンですね、はい。で、これ後ろのベンチシートですね、はい。と、これがホロのフレームとか、はい。はい、まあ、おまけのなんかシート、はい。あと、まあ、この辺ですよね、はい。リアパネルと、それからフロントのウィンドウが、こういう形で、はい。作られてます。これかなりシャープでいいですね、うんうん。いやーもうすごく良くなってますよね、はい。結構ね覚えてるもんですよね、昔のやつもね、はい。で押し出しピンの後はまあこういうところ、座席とかこの辺はもう見えるところはもうしょうがないんで、もうまめに消すしかないですよね、はい。はい、もうこの辺目立ちますよね、うんうん。いや、うん、まあでも全然そんな問題ないですね。数もねそんな多くないですし、うん。これは足回りのパーツですね。あと、まあ、フィギュアと小物がついてます。この辺は細かいパーツですかね、ハンドルとか、あと、まあ、サスペンションのパーツとかで、まあ、あと取り付けの工具類ですね。基本裸で、まあ、シャベルの、はい、先端だけなんかついてますね、はい。斧はこっち側のホルダーは車体にモールドしてあったんで、まあ、この辺取り付けるベルトとか、
はい、シャベルもそうですね。まあその辺プラペーパーとかマステをこう細く切ってつけてあげればいいんじゃないですかね、はい、この辺は何も用意されてないで、ジェリカンはハンドルは別体なんですけど、注ぎ口ですね、これはパーツが何もないんで、ここはまあまあちょっとジャンクパーツかなんか漁ってつけたいですか、はい、まあ、でこれサイドミラーとかこういう細かいパーツはもう全然いいんじゃないですかね、すげえシャープで、うん、いいと思いますね、はい、でこっちはもうサスペンションとかデファレンシャルのパーツですね、うん、まあしつこいようですけどね、この辺はまあ見えないにもかかわらず非常にいいと思いますね、うんうん、シャープでいいですねでこれはオプションの、うん、並走とかですね、はい、これですね、フロントにつく、まあ、あのオプションの、まあ、アタッチメント類とかで、この辺は弾薬箱ですか、はい、これですね、はい、1919は一体形成ですね、はい、あとトンプソンとかガーランドはホルダーにくっついてる状態ですけど十分いいんじゃないですか、はい、この辺のあの機関銃のポストも、うんうん、シャープでいいと思いますね、うん、これかなりいいですね、はい、裏側もこういう感じでかなりしっかりできてます。うん、あのタミヤ買って正解だったかもしれないですねはい、これはこれはもう正直この出来ならもう全然いいですね。これはタイヤですね、あもう一体モールドで、あホイールボディの裏側を貼るだけで、こいつがスペアですね、はい、うん、まあパーティングラインはね、まあ、ど真ん中にがっつりありますね、まあ、この辺はもう、まあ、いつものことなんで、まあ、目に削ればいいですかね、はい、付属のドライバーフィギュアですね、はい、あのまあ、箱絵に書いてあった通り割とこうリラックス気味な運転ポーズで、うん、非常にいいですけど、あのモールドがもう本当にいいですよね、はい、このブーツからゲートルにかけての、はい、ディティールとかシワでもう手も相変わらず、はい、細かくていいですし、あのこれですね、はい、ベルト、はい、この辺のディティールも素晴らしいですよね、はい、うん、まああの今回はね、別のフィギュアを載せる予定ですけど、これもこれで結構使い出はありそうですね、うん、すごくいいですね、うん、ただこの辺はあの手をあのこう乗っけちゃってるんで、うん、使いどころはちょっと限られそうかな、はい、はい、で顔こういう感じですね、はい、まあ彫りが深くてすごくいいですけど、あの塗りやすそうだけど目の玉すごいですね、はい、クリアパーツです、ライトのレンズと窓ガラスです、これあの結構薄くて、うん、非常にいいですね。デカルです、国籍マークのホワイトスターと、まあ、あと車体番号ですね、はい、あのまあいつものことなんですけど非常に発色も良くて余白も少ないです、はい、あと、車体とかダッシュボードとかにつくあのあれですね、まあ、注意書きみたいなものが、はい、ちゃんとあのデカルで処理されてます。あとメーターは今回はデカール入ってないんで、まああれ塗装っていうことですね。はい。ウィリスジープのパーツは以上です。ブロンコのトラッククルーセットですね。はい。まああの、もう、まあ箱絵見て一目惚れな感じで、うん、あの、まあ本当にいいですよね。見れば見るほど。はい。あの、助手席の人なんか、甘木を食い寄らせてるんですけど、あの、どんだけ偉いんだって思ったら、はい。あの、士官の人でしたね。はい。まあ、デカールついてますね、はい、こういう感じで袖章っていうんですか、あの第1から第9とそれから第28の歩兵師団 の、はい、あのパッチが、はい、こうきちんと表記されてますね。あのこういうのって結構資料的にもね、あのすごい役に立つんですよね、はい、で裏面はこういう感じで、はい、パーツ図と塗装図ですね、はい、この辺のあの、あの箱絵とのギャップがたまらないですね、はい、
はい、ランナーパーツとあとやっぱりネカールが入ってますね。これはまあアクセサリーパーツですね。まあ消火器です。以前ブロンコは対空戦車ですかね、ドイツのね、あれ紹介した時に要は搭乗員がまあ携帯する KAR ライフルの再現度が異常だとかって言った記憶があるんですよね。確かボルトが分割されて、はい、再現されてた記憶があるんですけど、まあ軽機関銃とそれからバイポッドが開脚した状態と、まあ、畳んだ状態でライフルにスコープついてるやつですね、はい、でこの辺がまあ通常の、まあはい、ガランドライフルで着剣したやつで見えますよね。まあトリガーとかもう本当にしっかり抜けてますよね、はい、でこれはちょっと僕ごめんなさい分かんないですけど、M1 カービンの方ですねこれはね。でグリースガンとかトンプソンとかもう半端ない再現力ですよねこれね、うん、いやすごいな、はい、これアメリカ軍とかバズーカって言っちゃっていいですよね、はい、うん、まあこんなんまでついてますね。eBay で買ったんですけど2000円ちょっとぐらいだったんで、まずもうこれがついてるだけで十分元は取れましたね、はい、うん、いやもう素晴らしいですねこれね。フィギュアと思いきやのデカルです。はい、まあ箱絵に書いてあった通り歩兵師団の、はい、袖につく師団章、はい、ワッペンついてますね。でこれ面白いのは戦車師団ですよねこれね、はい、あと階級章、まあ、こういったものがいっぱいついてますね。これはもう本当にありがたいですね。多分こういうの買うと、はい、1000円ぐらいしちゃうんですよね。はい、フィギュアです。まあ大鳥なんでね、一番最後に行きます。はい、この人助手席の葉巻吸ってる士官の人ですね、はい、まあ息を飲むって言えばいいんですかね、はい、この辺のとかねタミヤのと比べるともう一目瞭然で、まあだからダミヤがダメっていうわけじゃないんですけど、もう再現度の、まあ、解像度が全然違いますよね、うん、いやもうすごいですよね。これも見えます。まあ、HQ11 ですけど、US とか書いてありますよね。うん、で、通常はヘッドはこの辺でスパーンって切れちゃうんですけど、これはとりあえず全部再現してて、こっち側のヘルメットはもうくり抜いてあるっていうことですよね。うん、まあ、服のディティールとかも言わずもがなですね。はい、裏側こういう感じですね。はい、うん、これはドライバーですね、はい、確かジャケットの前をはだけて運転してたんで別パーツになってますね、うん、もう本当に服のシワとかもう足元とか、うん、素晴らしいですよね。で顔がね本当にいいんですよね、うん、これもヘッドが全部再現されてますね、うん、もしかして全員スキンヘッドなのかな。はい、裏側もこういう感じですね、うん、これはドライバーの後ろの、はい、人ですね、うん、まあ、やっぱりヘッドはもう全部頭部はきちんと再現してあるんですけど、ヘッドはとりあえず全部フルで再現されてますけど毛髪が一切ないですね、はい、まあ全員 GI カットにしてるっていう設定なのかな。まあでもヘルメットがこういう形状だと取りたくなりますよね。まあ髪の毛生やす場合はまあパテか、はい、うん、いやでも、うん、いやいいですね、うん、手とかね非常にシャープでいいですね。ベルトのあたりの再現度とかもねすごくいいですね。最後右後ろで犬を抱えてる兵士ですね、はい、これワンちゃんですね、うん、まあやっぱここでまあがっつり抱えてるんで、まあ、えぐれてますね。で、トンプソンもさっきの消火器のパーツはもう別のものを足してますねこれね。多分オリジナルで出た時もしかしたら入ってなかったかもしれないですね。解像度が全然違いますよね、うん、いや芸が細かい、うんうん、やっぱヘッドはもう全部スキンヘッドですね、はい、ヘルメットはまあ被せるの前提ですけど、この形状だと
ちょっとずらすっていうんですか、そういうこともできそうだから、顎ひもつけたりとか、いろいろやりたいですよね。ちょっと毛髪を足したいな、服のディティールはねいいですね、はい、ブロンコのねフィギュアは多分紹介するの初めてだと思うんですけど、まあ車体がねああいう、まあ、再現度だからフィギュアもまあそれに劣らずっていう感じですね。いやこれはもう正直買ってよかったですね。はい、パーツの紹介は以上です。総評です。今回のは、まあ今回のもって言うべきですか、はい、まあ買ってよかったですね、はい、もう大正解でしたね。はい、タミヤのジープはね、まあ正直まあ子供の頃のイメージが結構強く残ってましたから、もう正直そのまあギャップ萌えっていうんですか、もうかなり良くなってたんで、もうすごくいい印象ですよね。はい、あとブロンコのフィギュアは初めてレビューしたんですけど、今回僕もブロンコのフィギュア買うの初だったんで、まあだからどうかなって思ってましたけど、まあ車両のキットの再現力そのままの、まあ素晴らしい出来でしたよね。いやもう圧巻でしたね。はい、ジープにも乗せれば箱絵のものがまあ出来上がると思うんですけど、タミヤのフィギュアが結構出来が良かったんで、今回はまあそうですね、まあタミヤのフィギュアそのまま使って残りをブロンコにしようかなとかいろいろまあ考えてますね。はい、見たところ軍服も同じの着てるみたいなんで、そんなに違和感もなさそうなんで、はい、いやもうこういうことをまあ妄想してる時が一番楽しいですかね。はいはい、今回のレビューは以上です。最後までご視聴ありがとうございました。これからもいろいろレビューしていきますので、面白かったな、次のキットは何かなと思ってくださった方々、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。皆さんの熱いコメントもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。ノーパンツァーノーライフ。